こんにちは、安田裕樹です。野口浩太です。レッスン日です。はい、今ですね、優しさに包まれたならと、はい、明日が節気、この2曲を練習しています、はい、大人からピアノを始めて今、初心者版のジブリの曲を練習している最中ですね。最近あなた畑で忙しいじゃない。はいはい。だからさ、レッスンに来るのが夜じゃん。夜来られるとさ、もうすごい、もう散々レッスンをわーってやった最後の、こう最後の最後にこの収録が待ってるっていう、一番もうエンディングに大フィナーレ、大フィナーレ、野口目線ではね、はい、今日も飾っていきましょうか飾っていきましょうね。まず成果発表からですね。はい、成果発表、はい、成果発表からはい、はい、行きましょう。はい、よろしくお願いします。はい。もう一回ですね練習モードから入りましょうか、はいはい、めちゃくちゃゆっくり弾いてごらん。ちょっと一回弾いてみたらどう？これなんか今日すごいこうなんか構えがすごく入ってるね、うん、いいよいいよ。じゃあね、ちょっとね、一回ね、一回忘れましょう忘れて、ちょっと僕ね、あの安田君にちょっとやってみたいことがあるんですよ、はい、教則本的なものを一回こう使ってみませんかっていう、はい、ちょっとことなんですけれども、系統だったカリキュラムっていうのを一回こうちゃんとこうやっていくと、こう進めていくと、こう積み上がっていくものっていう、これはさ曲集じゃん、うん、曲集じゃん。
だから別にカリキュラムとかじゃないじゃん。そう、ちょっとカリキュラム的なことをちょっとやってみてもいいのかなっていうのがあって、最近ね、僕ちょっとこのピアノアドベンチャーにちょっとハマってんですよ。ちょっと面白いなと思って。これなぜかというと、あの、まあ人は選んでんだけども、なぜ安田くんにこれと思ったかっていうと、ポップスを弾きたい人じゃん。でポップス弾きたい人だから、そのそういう意味で、そのそっち系の曲というかリズムというか、そなんか雰囲気をこう醸し出してるテキストなので、だからクラシック的なよう、あ、クラシックもポップスもその本当のベースのところはやらなくちゃいけないことは一緒なんだけど、あのでもそのリズム感だったりとか知りついてて、そのだから雰囲気がね、ちょっとこうポピュラー音楽っぽい、あのそんなのがあるから、まあちょっとあのこれでやってみても面白いかもしれないなと思ってやってるんですが、とはいえ安田くんもあの本当の初心者じゃないんで、もうあのレベル2っつって、これね、導入書があって、レベル1、その、これ、レベル 2A っていうやつがあるのね。だからこの3冊目のやつをちょっとピックアップしてみたのね。これ、もうパッて読めると思うんだけども、音をちょっと読んでみようか。せーの。じゃあ、これね、ちょっと右手だけ弾いてみようか。どうぞ。OK。それでね、あんまりこのバタ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 しないで、なるべくこの位置、定位置で、多少こう回す感じはあっていいので。下まで押しちゃう。そう、それでいてこの手首、このバネの感じ。私はピアノで小さい音で、あのコントラストつけて、じゃあ1回目フォルテ、2回目ピアノ、この今の速さでいってみましょう。せーの。これね、あの伸ばしてる間のここでスイッチングするのね。だから、ここに入ってからピアノだっていうんじゃ遅いのね。ドミソミドミソミ、練習はしなかったのね、はい、そう、逆に今度は遅い練習、両手で、せーの、これ1と2と3と4と、これぞみ、せーの、今
今ぐらいの速さでもう初見あのゆっくりの速さでこれ両手で弾いてくる。せーの。スラーがついてるのはどうやって弾くか知ってる？どうやって弾くか、うん、どういう指示なのとか知ってる？これ、まあ、知ってるはずなんだけどね。一つのフレーズみたいな。まあ一つのフレーズなんだけど、あのね、これね、滑らかに、レガートっていう言葉なんだけど、はい、レガートってこのつながってるのね。だから滑らかに弾くっていうのがあるね。で、だからこのこれ駅っていう曲なんだけども、こうちょっと近未来的な駅電車で、だからガタンゴトンじゃないやつ、あ、じゃあなんかこうスーってなんかリニアモーターカー的なやつ、そんなのをちょっとイメージしてみて、でこれスーって駅に入ってきたみたいなね。でことをやりたいんだけど、じゃあテクニック的にあのどうすればいいかっていうことを、まあ大人なので説明するね、多分論理的に理解するとまたいいと思うので、ピアノって鍵盤を離してしまうと音止まるじゃん、これ当たり前じゃん、はい、ね、ってことは次の音を弾くときにこいつが離れてから押してしまうとこれ音が切れるんでね、うん、レガートにならないんだよ、ね、ってことはまだ押してるうちにで離す、ね、それが瞬間的、今ちょっと大げさにやるけど、それがだけでやろうとすると結構大変、うんうん、そう、チララ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 ラ、どうぞ、そう、で、それでいてここの音符は特に何もこのスタッカートとかついてないじゃん、はい、で四分音符だからソミドミソと持って、せーの、もう一回せーの、ソミドミソ、そう、両手でやってみようか、だけど、はい、両手、はい、行ってみようか、
りもこっちの、こっちの方がしっかりしてる。なぜかっていうと、強拍と弱拍の話ってあったじゃん。4拍子の時の強拍って何拍目と何拍目だ ?1 と、3。そうそうそう。ね。だから、こっちはさ、裏なんだよね。弱拍の方なんだよね。この、こっちは。だから、こっちの方に入れると自然ね。そんな感じ。まあいいよ。でね、今度これ音が広がってんじゃん。はい、広がってくるとこれ反抗って言って反対に行くってこうそれによって広がってたり閉じたりするんだけども、広がってる時の方が音がちょっとこう音も広がる感じ。音量もね。で。下のやつもやる、ね、いいよ、上で、うん、どうぞどれにかどれにかせーのがあるからね。そう。オッケー。うん。じゃあね、そのままこっち広めてみようか。これさ、同じ動きかな？それとも反対？さっきで反抗って言ったじゃん。こっち同じか反対かどっちでしょう？右と同じだよね。そう、同じように動いてます。同じ。うん、じゃあ、まあ、ユニゾンってやつなんだけども。それでね、今ね、さすがにね、やっぱりこれだけ今、8分音符 の, あの動き、滑らか、レガートの練習したから、8分音符のところの滑らかだって、レガートは、まあまあ、できて。で、ただ、ドーミーソーって、この、四分音符、ソーミーってとこになるとちょっとゴツゴツしちゃうのね。ソーミー、ここまで。ドミドミソーミー。うん、やってみよう。せーの。ドミソーミー。それで、今、ここのフレーズ、この塊だったから、ここを分けたじゃん。はい、で分けって考えるのはいいんだけども、だからといって別に音を切っちゃう必要はなくて、実は。ね、リコーダー吹いたことある？あ、はい。あのさ、タンニングとかって言わなかった？トゥートゥーみたいな感じで、トゥートゥーってね。で、実は管楽器でタンニングってよくするんだけども、こういう時ってね、一つ一つをタンニングしないのね、トゥーって感じなのね。はい、で、次のフレーズ来たらこの頭でトゥーって入れる感じがあるわけ。トゥー、トゥー、トゥーって、息は切らしてないんだけども、ここでタンギングだけトゥーってこう入れるって感じ。だから、それに近い感じで、ドミドミソーミ、頭の意識、ドミドミ、それでも構わない。切ってしまう場合もあるんだけども、意外と全部に対して切ってしまうと、なんか、ぶつ切り感が、うん、強く出てしまうこともあるのね。まあだから、やり方として必ずしも切る必要はない。ただ、やっぱりこの頭の音にこのトゥってこうちょっと意識を入れてあげるっていうことは必要。うん、せーの。私の頭がなかったのかもしれないけど、この伸ばしてる間にこう頭の中でもピアノに切り替えてないと次のド頭の音がその音にならないからね。ここからにせーの、ドミドミソミソミド、ちょっとできる。
になっちゃってるから、前から流れてるものがあって、タララ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 ラ、流れに乗る。せー、タラララ、どうぞ。めちゃくちゃいっぱいあるんだよね。なんかここら辺のものを並行して曲と並行してこうやり始めても実力としてすごくなんかこう実っていくんじゃないかなというふうに思っています。明日が節気いきましょうか。場面場面でさ、ちゃんとなんかこう雰囲気を変えようとしてるのは伝わってきてるよ。うん、やってるよね。まあ、そうですね。ね、うん、もっともっとやってもいい気もするけど、うん、まあでもそれはちょっともう一回ちょっとなぞっていきましょう。頭から。で、この音に対して。なんだろうな、一人でやってるんじゃなくて、例えばバイオリンだったらバイオリン。何でもいいんだけど、大勢のバイオリンの人たちが一緒にこうユニゾンでやってる、一緒にやってるっていうイメージ。だから1本2本じゃなくて、もう30本みたいな。実際そういう感じだから、あら、だから圧がすごい。で、圧力っていうふうに思いながらちょっと弾いてみて。そう、あ、いいです。そうそうそう。で、ちょっとテンポ落としてみるか。1,2,3 ドラララララララ。こんな感じで言ってみようか。1,2,3そのままキープね。我みで、ティーララで、ここまでキープするから、ここの変化が生きてくる。うん。うん。こうやってみよう。せーの。
ここからここまで一切ブレスしないと思ってみて、だから今歌ってみたじゃん、はい、だってここまで一回も息継ぎしてないよね、うん、で、それってまあできない、絶対できるんだけど、ただまあまあ辛い辛いと思うじゃん、その張り具合なんだよね。そうで、ここでそのぐっと張り詰めてたものをヒュッてこう、うん、緩ませる、うん、1,2,3 あらみごめんね、それをやった時にここがあんまり固まらないように、この前なんかこうやってたこのゆらゆらな感じ、そう、そのこのフリーな感じで、ここは絶対出る、あとこっちも絶対なんかこう力を出るわけじゃないんだけど、意識としてこの丹田と腰のところ、自分の体が棒だったと、あ、じゃあ時計の針になったとしたら、このセンターのところで止めるじゃん、はい、その程度の感じで、でもその程度とは言いつつ、絶対ここが緩んだらさ、絶対時計として機能しなくなっちゃうじゃん、そう、あのすっげえ大事なんだけど、でもガチ止めすぎると今度針が動かなくなっちゃうじゃん、適度にこの止まってるって感じ、1,2,3やってたことを、じゃあ一泊の中で終わらせてるからちっちゃいのかっていうと、ちっちゃいんじゃなくて、一泊の中にガーって凝縮した感じ、うん、だからブラックホールみたいな感じそう、だから、この人をうまく表現として使うと、その後が
あの勢いでレミソミドーっていうところまでいけるから、ちょっとこれもう一回やってみて。1、2、ドレミ。ここまで結構いけてたじゃん、ここまで。そうなんで、こいつをうまく使うといける。で、これ変な話、そういうことを分かって、ここを使うと、変なミスもしなくなる。そう。これを一言だと思って、体が動いてくれるから。はい、そう。もう一回これいこうか。1、2、ドレミ、レミ、ソミ、レ。広げていくとかみたいな、そういうのがあるんだけど、そう、これなんかせっかくここまでできるようになってきてるから、やっぱりそれそのこの感じで仕上げて終わらせるといい、いいねこれね。うん、もうとにかくもうこの言葉に尽きるっていうか、壮大に
映画見たことあるじゃん。あるでしょ、うん、デイダラボッチとかさ、あいつらだよそうそうそう、あの世界でなんかさ、タタラバがさ、なんか燃えてなんかブワーって風吹いてこう火が消えた風景とかあったりとかする、うん、そう、あのもうこの世界がこの単音の中に全部込められてる。これ一つで、あの3時間ぐらいのさ、3時間もなかったっけ、結構まあまあ長いじゃん、映画あれが全部詰まってるっていう感じでやるといいと思います。で、こっちのね、全然全く対照的なね、曲は、これはね、左でね、ちょっと、軽く、ちょっと、この練習だけしてもらおうか。軽く軽く、とろろろ、せーの。で、さっきさ、こっちでさ、滑らかに弾く、やつやったり、その、しなくていいと思うので、ちょっと一回今日のところは置いときましょう。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。今どれぐらいやったんだろう、なんか30分ぐらいにしか感じない。あ、多分半ぐらい、まあまあ、半ちょい前から始まったんで、多分30分ちょいというか、あ、本当40分ぐらいじゃないですか。短いね。18分ぐらい、なんかもうちょっとやる、どうするいいじゃないですかね。まあでもね、ちょっと、うん、ここからオフレコでちょっと一回これもう一回やっていいですか。あ、いいよ。オフレコで。あ、いいよ、どうぞ。これ、何だろうな。なんか今日ハマってるよね。今日ハマってますね。ね、馬にハマってますね。うん、散々なんかいろいろやったけど、これ終わらせちゃえばもういいんじゃない。ちょっと本番ペースでも練習したんで、ちょっと本番ペースのメトロノームかけて一回ちょっと。心理的に全然違うの。あ、うん、全然違う。やっぱり人に見られるってそういうことだ。
レンズだし皆さんにこれものすごい不思議なんですよね、自分でやってても不思議なんですよね。わかるよ、わかるよ。そうそうそう、あれだと思うよ。あのスピーチとかと一緒だね、自分の一人の場でやってるとさ、全然できても、トークの練習とか、する練習の時すごい上手くて、本番だって。そう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 、最近はさ、カメラ回してトークの練習とかスピーチみたいなことを練習してさ、はい、するんだけどさ、そっちの方がもうカメラとか慣れちゃってるんだよね、もう、はい、逆に。だから本番の人のリアル対面の前でこう喋ると、はい、なんかうまくいかないっていう、なんかね、そう、ありますね。あ、まあ、ピアノももちろんそうなんだけど、そう。このレッスン動画をどう公開するかが難しいぞ。ああでもね、カットじゃなくてね、全部もね、散々練習したけどできなかった教室のやつ。ああ、全然いいんじゃない？ちょっとそれで出そうかなと思います。はい、というわけで、一応結構僕の中ではですね、割と自信を持って、いや結構やってきたなっていうので、来たんですけど、まあズタボロなわけですよ。まあそんな日もね、リアルな感じではこんな感じなんです、マジで。今日ね、ちょっとでも面白かった。安田くんちょっと最近あまり見ないなんか硬直の仕方をしてて、何だったんだろうね。だから、やれる気満々だったのかもね、もしかしたら。あ、そうなんですよ。僕の中では、ね、結構この日のためにっていうので、はいはい、めちゃめちゃ忙しい、なんか時間取って、はいはい、もうやりきってここに来たぞっていうので、はいはいはい、で、今日撮影だって思って、はいはい、で、しかもアクアライン通行止めで陸路で来たんですよ。マジで来たんです。そうだったんだ。アクアライン通行止めで3時間半ぐらい運転してここに来て、はいはいはい、やったろうと思ったら、あれ一発目からやっぱりおかしいな。しかもなんか最初のドじゃなくてレ引っちゃうしみたいな。そうあのね、もう引き始める前からちょっと異様な空気感が出てて、だからできる気満々だったんだけど、いざここに座った瞬間に多分体が分かったんだよね、無理だっていうことを。ね、そういう日もあるんですよ。まあこれにね、めげずにやっていきたいと思います。まあなんかね、こんなことでね、めげてたらね、終わっちゃうからね。そうなんです、このチャンネルが終わっちゃうんで。次回の課題としてとりあえずこれを仕上げるのと、うん、あと明日の設計をもうちょっと、そうですね、ちょっと大きさを出して壮大さを、うん、はい、うん、というのと、あとちょっとこのテキスト系っていうのも、はい、うん、いいんじゃないかなというふうに思うので、はい、この後検討しましょう、はい、また次回も優しさに包まれたならと明日か説教をやりますので、お見逃しなく、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。というわけでまた次回別の動画でお会いしましょう。さよなら。